チャールズ・フォルジャーチャールズ・ジェームズ・フォルジャーは財務長官を務めたアメリカ合衆国の政治家、法学者。1818 18年、フォルジャーはマサチューセッツ州ナンタケット島で誕生した。フォルジャーは1830年に家族と共にニューヨーク州ジュネーブに移り住み、1836年にジュネーブ大学で法学の学位を取得した。1839年、 ホルジャーはニューヨーク州で弁護士としての認可を受けると、同州オールバニで弁護士を開業した。その後1839年に事務所を同州リヨンズへ移したが、1840年に故郷ジュネーブに事務所を戻した。1843年、ホルジャーはニューヨーク州オンタリオ郡で民事訴訟裁判所の判事となり、 1851年から1855年まで同軍の軍判事を務めた。1861年、ホルジャーはニューヨーク州上院議員の共和党候補として選出され、政界への第一歩を踏み入れた。そしてニューヨーク州上院議員に選出されたホルジャーは1862年から1869年まで、その職を務め、1867年には、 ニューヨーク州憲法制定会議の代表を務めた。また1868年には、共和党全国大会の代表も務めた。その後1869年、ホルジャーはユリシーズ・グラント大統領から財務省、水道局次長に任命され、1870年までニューヨーク市でその職を務めた。 フォルジャーは1870年から1880年までニューヨーク州巡回高訴裁判所の判事を務め、1881年に同裁判所の長官に昇格した。その後1881年11月、フォルジャーはチェスター・アーサー大統領の指名を受けてアメリカ合衆国財務長官に就任した。フォルジャーの財務長官就任当時、 連邦政府は膨大な余剰資金を保有していた。この余剰資金の処理については、連邦政府が抱える国庫借入金の生産に充当するか、市中銀行に預け入れることで、経済活性を図るか、など様々な選択肢があった。フォルジャーはこの余剰資金の処理について、関税の引き下げにより、政府の収入を抑えることで対処しようとした。 また、フォルジャーは、財務省の再編を実施し、事務作業の分担規範を導入した。1882年、フォルジャーは、共和党から、ニューヨーク州知事の候補として選出された。しかしながらフォルジャーは、一切の選挙活動を行わなかったため、民主党の対立候補、グロバー・クリーブランドに5048票差で、敗北した。1884年、ホルジャーは、 財務長官在任中にニューヨーク州ジュネーブで死去した。ホルジャーの遺体が埋葬された場所は不明である。ありがとうございます。